ボクシング、全日本選手権第5日、25日、東京、墨田区総合体育館、男子ライトウェルター級で西山超音、駒台、が準決勝で9月の杭州アジア大会代表の秋山裕太、自衛隊、を破り、決勝進出を果たした。2ラウンド49秒、左ストレートでダウンを奪ってレフェリーストップコンテスト、RSC、で勝利。一番自信があるのが左のストレート。 いいタイミングで当たったんで、立てないだろうなっていう感じでした。アドレナリンがやばいっす、と拳を突き上げ、喜びを爆発させた。これまではライト級で戦ってきたが、2024年パリ五輪を見据え、来年の世界予選の代表選考会を兼ねた今大会は3、5キロ重いライトウェルター級に上げて挑戦した。第一人者の秋山から金星を上げ、目標に一歩前進。 22歳は、この大会は人生が変わる大会。他の先輩方に比べたらまだ短いですけど、自分の人生をかけてやっている、と、頂点を見据えた。